まあということで2017年の12月3日ですけど、今日はウォーレンの有機化学とソロモンの有機化学、まあこれはブックオフの新宿の、あそこで買ったんですね、紀伊国屋の横のお店で、なんか突然安い時期があって200円とか300円とかで買ったいい本だったんですけど、野入良治先生の、野入教授の訳されたあのウォーレン・バフェットさんを思い出しましたけどね、投資家で世界一の金持ちだと言われる、しかしよく投資家で世界一になれるなって、ビル・ゲイツさんと友達って言ってるけど、ビル・ゲイツ氏はちゃん製品をちゃんと作ってそれを売ってやってるけど、投資家なんて製品作ってないし危なっかしいじゃないですか。うちの母親もちょっと投資してますけど、松尾和代さんもやってるんですけど、よく投資であの富を築けるなって、元本割れとか杉村太蔵さんが言ってますけどね、元本割れしないわけないんで、あんまり危険すぎて僕なんか絶対投資家なんかならないと思いますけどね、村山じゃなかった、なんとかファンド、村なんとかファンドの人もよく投資で、まあ、儲かるっていうか、よくあんな危険なことができるなって言いたいところですけど、僕のブログ活動もめっちゃ他の人から見ると危険なんですよね。同じくらい危険なんじゃないですか、投資家と。僕はまあこれしかないっていうか、これがや社長の道を、社長と経営者の道をやれたいから、まあこれ危険でも他の人から見るとめっちゃ危険に見えるんでしょうね。あのホームズ君の綱渡りみたいですけど、まああの崖登りみたいな、めっちゃ他の人から危険で見えるんだろうけど、僕にとってはそう危険には感じてないんですよね。なんででしょうね、自分の命はあまりもしかして大事にしてないのかもしれないというあれも、あ、ちょっと袋買いましょう、ビニール袋。これ落とされるか、やっぱちょっと、ローソンの100円ショップよりダイソーの袋の方がちょっとこうちょっといいんですよね。なんかポリエチレン、ポリプロピレンか、ポリエチレンか、ビニールの質感なんかが、あ、関係なかったですかね。それになんか、今日500円ぐらい残ったんですけど、残したんですけどね。まあ帰りは搭乗船で、TJ ライナーに乗ってしまいましたね。あれちょっと高いんじゃなかったですか、 TJ ライナー。あれ有料席が高いんですかね。あれ乗ったらダメだったんですかね。川越なら乗れるっていう、そしたら川越から乗ったら四季と和光市にしか止まらなかったですよ、川越から。でめっちゃ早かったんですけど、うちの下板橋は通過したんでちょっと焦りましたけど、ああ歩いて帰らないといけない、予定じゃなかったです。 TJ ライナーで座れましたけどね、あの美人の人が広告の宣伝してる、まあ良かったんですけど、まあそれで明日の金を500円ぐらい残すと、もしかしたら明日つくばぐらいまで行けるんじゃないかなって。常磐線だとまあ
あれですね、土浦ぐらいまで行けるね。砦土浦、そんなに行く必要あるのかっていう。まあこれで、まあ本がもしあれですよ、ブックオフだったら1日100円の本20冊買えるんですよ。それぐらいの価値があるかっていう話なんです。じゃあ1日20冊読めるかって言ったら、まあ読めないでしょうね。まあ、パラパラめくるぐらいはできるかもしれないけど、それだったら別に立ち読みでもできるなっていう。いやでもちゃんとした、まあ、車乗ればいいっていう話なんですけど、やっぱそこは運命というかね、名前が鉄次なんで、鉄ちゃんになってしまいましたけどね、しょうがないですか、これが。運命を受け入れざるを得ないという。明日またつくばエクスプレスでも乗ろうかななんてね、つくばでなんかニムスかなんかのイベントないかなと思ったんですけど、つくばに降りたらまたバスに乗って高くなるからね、まだいけないだろうななんて思うんですけど、やっとつくばぐらいまで行けるかなって。そしたら今日川越に行ったらバスがいっぱい出てて、川越でバスの旅もいいななんて、バス旅行もいいな、旅行って言ったらバス元気もいいな、これいいですね、いいななんて思うんですけどね。この怒った顔がいいですね。安いこの店まだ行ってないですからね、という感じなんですけど、なんかダウン、このコート5000円で青山のコートを買ったんですけど、これ暖かいですね。まあそんなに期待してなかったんですけど、まあ1年ぐらい着れればいいかなと思って、まあ一応ダンロップって書いてあるのが、まあ、でもダンロップってね、一流企業なんで、まあ、中国製でしょうけど、まあ東レの社長でも思い出した、繊維とかこの服の素材ってすごい暖かさと関係してて、ダンロップとか一流目でもダンロップとかついてるとなんか青山がバレバレんで、でもかっこいいんでね、いいと思いますけど、まあ来年の初旬ぐらいまで来て、来年もまた5000円ぐらいの、流行りの、でも流行りの服って絶対後から見るとダサくなるんですよね。それがまあ嫌なんですけど、まあそれはそれで、まあ歴史というかその時代の流行りだったっていうことが、まあいいですよ。まあこれこのダウンみたいな、ダウンジャケットあんまり着たくなかったんですけどね、昔からなんか1000円とかでよく池袋売ってましたけど、安いの、安い服は。ということで、まあリクルートの美容の方がやたら欲しくなったというね、最近エロ本を買ってないからやたら欲しくなったんでしょうかね、わかりませんけど、それでまた今日もちょっと夜、親の治療のためというか、母親を賢くすれば親が良くなってお金が入るというねシステムなんですけど、まあ、僕が働いて分、働いても金をもらえない分、まあ、そういうことにしてるんですけど、まあ、今日もチオビタドリンク大宝製薬、大塚製薬の子会社かなんかなんだと思いますけど、本川越のドトールに行きましたね。ドトール、ペペっていうの、ペペっていうのが本川越あるんですね。ああいう川越はなんかいっぱいありますね。線が JR 何ですか、川越線歩いて、なんだ JR なんとか線も、八甲線はないですよね。なんかあるというね、西武東武あるし、川越って都会だなっていうあれですね。ちょっと寒いですけど思うんですね、川越ここあります。最近は、東北の方に足を伸ばしてますけど、まあ東北の方に行って
いろいろ置いてくると、そこの会社の人と親しくなれるんじゃないかという、そういう規定も含めてるんですけど、そこに何かを置くと次に行けるみたいな、そうやって今まで来たんですよ。もうこうやって鍵が開いたみたいになってるのも、あの池袋ね、新聞をたくさん置いたからだと思いますよ。この何時、20年ぐらいで、いや20年、この10年ぐらいで、この5年ぐらいで、このやっとですよね、もうこの43歳で。だから僕、新幹線でね、毎日あちこち行ってる生島ヒロシさんとか、まあ TBS のおはよう、生島ヒロシのおはよう、なんとか、あとおはよう定食、おはよう定食、おはよう一食線とかで、いつも生島さんがどっかにいた話をしてますけど、よくあんな金があるな、よくあんな仕事があるなんて、羨ましいです。さすが息子が生島淳さん、スポーツジャーナリストという、ということなんですけど、まあ、池田めぐみさんのラジオがすごく心地よいということなんですから、宣伝しておきたいと思います。あんまり疲れすぎないよね。最近は電車間の、開いた時に歩いて次の電車に乗り移って、それをやるとめっちゃ疲れて足が痛いという、もう今も足がちょっと痛いんですけどね。ちょっとダイエットして、今日はラーメンでも食べ、あんかけラーメンでも食べましょうかね。食べるって言って親に頼んできたんですけど、わかりません。しかし、今日も1500円ぐらい使ってしまいましたが、500円残っています。明日は何すんに乗るかわかりませんが、船橋あたりから、八千代まで、八千代とかあっちにしろ、なんとか線、名前忘れましたけど、船橋で 見ましたけどね、あれに乗らないといけないなって、乗ればどうなんだっていう話なんですけど、実験中だから、乗って良くなるか悪くなるかわかりませんけどね。吉永小百合さんもね、乗ってますけど、乗れば吉永小百合さんみたいになるみたいな、そういう宣伝の仕方。責任を取らせられないようにやるのかもしれません。わかりませんけど、明日はどうなるのかわからないといった状況であります。実況です。これが何も見ない。今日は TJライナーの隣の2人のサラリーマンの社会人の人が何かを2人でずっと喋っていましたが、本川越でラップの練習をしている若者たちがいましたが、ラップですよ。なんかラジオ聞いてたりする、ラップをやっててトラックを作るっていう、そうですよ、ラップは自分でトラック、あのリズムの音を作るんですね。バカリズムさんじゃないですけど、といったらバカリズムみたいです。リズムがバカみたいで嫌だ。ラッパーはバカじゃないって、ラッパーは歌詞というか、音楽で教育をするというね、なんとも新しい発想。ライムスターの歌本さんのラジオを昨日聞いていたような気がしまして、流れるようなトークが印象的でございました。ということで、明日は成功しているのかしていないのかわかりませんけど、僕の研究開発が続くということになっております。実況です。ここのいつも見るこの目の前の東武鉄道で TJ ライナーとかが走っていって、快速が走っている、それを思うと、あと駅の線路の脇ってエネルギーが常に流れてエネルギーのを受けているから、線路の脇が発展するんだなっていうのを最近気づきましたけどね。しかしこのトークは誰か聞いてるんでしょうか、聞いてるのか聞いてないのか分かりませんね。
駅で電車の中でイヤホンして、なんか何かを聞いているような、何かを流しているような、我が人たちは一体何を聞いているんでしょうか。音楽でしょうか。わかりません。わからないのが、何を見ているのかわからない。画面だけ書いて、実はこのトークを聞いてたということになっております。わかりません。今日も帰って、顔のカードトーク、資料トークを流れるような、まあ文字を見ながら、文字の解説とかですね、科学技術的なことを喋れればいいなという、今日は回路のですね、回路のあの発想とかも外ぼーっと凝視しながら、ガン見しながらですね、見てたらいろんな発想が思い浮かぶという、社会の塊、物の塊といいますか、それが本より優れているかもしれない、優れていないかもしれないという、わからない状況なんですね。これがまた、そこはもう、おっと、家の前にめっちゃ眩しいイルミネーションがあるではありませんか。これは一体何だ、素晴らしいではないですか。では失礼します。